はい、お疲れ様です。岡田です。さあ、今日はシーズン22、33試合目、34試合目、どちらもジョゼフの試合を見ていただこうかなと思います。今回も声後取りでお送りします。ということで、いつもながら昔の試合なので全く覚えておりませんが、どちらも勝ち試合ということですね。素晴らしい。素晴らしいよ。ローディング長いよ。早く、お、始まった。みんなで見ていこうかなと思います。教会。ああ、南壁、スポーンですね。当たりスポーンですな。編成マジシャン、心理学者、重々、幸運児。だね。まあ、今や、どのね、どんな編成来ても、きついけどね。本当に、きついですね。今日、ランク戦も先ほどやってきまして、金曜の、昨日ね、アプデで、骨董賞が、で、ランク前に実装されてっていう感じで、で、今日、初めてランクまでやったんですけども、まあ、ちょっとね、動画投稿にはラグがあるので、何日かラグがあるので、ちょっとそこはご了承いただきたいんですけど、そうっすね。今んとこ別に大丈夫っすね。なんか。てかね、骨董商品じゃない、骨董商が来ないパーティーの方がね、全然嫌でした。まあ、たまたまなのかもしんないけど。てかなんか、今日のヒルランはマジで勝てなかったね。初めてかな。負け傾向にあったのは。やっぱりちょっとね、まだまだ自分の実力が甘いんだと思うんですよね。かなり。まあでもやっぱ解読早いよ。そしてキャラ強いよ、マジで。だってもう結局なんかね、なんか最初とか殴って負荷かけても、なんかうまく連携されて、なんか回、あの、回復され、立ち、あの、回復されて、立て直しされてって感じで、で、また振り出しに戻されて、みたいな。で、まあ、こう、サバイバー追ってくんだけど、思ってて。まあ、でも強いから、割と追えないってことが多くて。で、まあ、じゃあ、もう、暗号機守りに入ろうかって言って、暗号機守りに入るんだけど、暗号機は守れるんだけど、なかなかやっぱ、キャラが強くて、マジでダウンが取れない。ダウンまで取りに行けないっていう。それで、だから、で、解読が早くて通電してしまうみたいなね。っていう感じで、いつもそれでみんな結構、今日はそのパターンが多くて、負けちゃいましたね。もうどうしようもなかったね。最初、最後はもう、もうどうしようもないわ、これ、みたいな。もうダウン取れんわ、みたいなね。なるとやっぱりね、もっとね、なんかね、鬼没なしでも、しっかりとダウンをね、取れるような技術があればいいんですけど、まあ、そこまでまだないので、鬼没あったとしても、ってところがあるからな、正直。なのでね、結構、まあ、ちょっとね、頑張んなきゃいけないと思うんですけどもね、C バッジ目前なんでね、あと40何位ぐらい順位上げれば、もう C バッジ確定圏内入って540何位だったので、今日で。いや、もうちょっと頑張りたいところなんだけど、やっぱり、すごいね、バッジ持ってる人は。本当に尊敬するわ。もうここに来てね、やっぱりね、改めて気づかされた。きついよ。本当に。C バッジといえど、きつい。むずい。大変。ようやっとるわ、本当。ランカーさんたちは。S バッジとかやばいな。化け物だな、本当に。マジで化け物だな、S バッジって。本当に思う、今日この頃ですよ。認知1万とか、わけわからんもん。今、認知6000弱でヒーヒー言ってるのに、俺は。その1万って何？って思う。マジで。しかも1万どころじゃない時あるじゃん、たまに。なんか、ジョゼフの、ね、一番認知、アジアサーバーで一番の認知って1万8000ぐらいなんでしょ？某超有名ジョゼフ使いさんの。やばすぎるよね。化け物だよな、1万8000って。てか、なんか普通に2万とかさ、たまにさ、ハンターでさ、認知っていう人いて、2万って何？って思う。2万って何？マジで。
マジでもう、ちょっと、俺は考えられないわ。すごい、すごすぎる。本当にマジで尊敬しかないわ。っていうね、今日この頃でございましたね。本当に。まあ、頑張りたいところでも、本当に C バッジぐらいはちょっと取っておきたい。なんか、頑張ってね。うん。もう C バッジ取ったらもうちょっと俺今シーズン終わるかもしんない。もうその説はある。マジで。もうね、大変。いやもう大変だよ、みたいな。きついよ、このランクはずっとやってんのっていうね、感じで。これはマジシャン終わって、なんかもう試合が終了しそうですね。はい、ということで、これで試合終了かな。はい。ということで、2戦目行ってみましょう。はい、ということで、34試合目、モジョデフの試合ですね。こちらも勝ち試合ということなので、なんか勝ち試合ってね、本当に、本当余裕で見れるからね、いいっすね。マジでミスってても、まあ結果勝ってるんで、みたいなね、テンションで。この前も言った気がするけど。あ、このスポンか。てかね、俺、公演はね、正直得意じゃないですね。公演得意じゃないんでね、一時期公演の時もジョゼフで行ってなかった時あるんだけど、まあ、結局今頑張って今シーズンはジョゼフ行ってますね。なるべくそのジョゼフを使う機会を増やしたいっていうので、うん。さあ、胸像が見つからない。ああ、見つかりましたね。やっと見つかりました、極意で。ちょっと公演はちょっとね、難しい。うん。で、やっぱ、サバイバーによったらやっぱもう本当、応援、時あるからね、ジョゼフ、マジで。脇によって。曲芸とか普通、曲芸患者、傭兵、炭鉱か、今回。祭司がいないですけど。まあ、大体公演だと祭司とか出てくるし。いや、このパーティー終えないじゃん、普通に。普通に終えないけど。まあまあ、でもラッキーですね。これで DD 取れてますけど。いや、本当にマジで終えないからね。びっくりするほど。どうやってんだろう、マジで。いや、たまに、試合、自分のランクも終わった後に、観戦機能ってあるじゃないですか、今。で、達人観戦っていうので見て、なんか、僕が知ってる、ジョゼフ使いさんのが、こう、たまに、この達人機能のところで上がってたりしたりとかするんで、そこで、その人の試合見て、ああ、すげえって。なんか、いつも勉強させてもらってるけど。おっと!これはまずいですよ。ああ、これまずいですよ、これ。これまずいですよ。これまずいですよ。これまずいですよ。あ、それ当たらない!ああ、まずいですね、これ。これまずいですよ。ああ、これまずいですよ。これ普通に負けてん、これ、一気に、あれですよ。負け展開になってる感じしますよ、これ。大丈夫ですか、これ。でも、勝ちなんです。いや、これ、勝ってるんだ。すげえな。なんか、前の試合、これで負けんのって見てさ、最終的に、ああ、なるほどね。それは負けだわってなったけど。いや、それはわかるけどね。なんか、逆だな、今回は。あ、これ、勝つんだな。割とマジで、鬼没外して、極限を追ってんでしょ、今。いや、よく追ってるな。竹陣しない。絶対ダウン取れないだろう。鬼没持ってないだろう。から。絶対追えないよね、これ。追えないよ。追えない。やめとこ。ああ、それ無理だよ、絶対。追えない。やめろ!やるんだ、俺!昔の俺、やめろ!もう、早まるな!ほら、そうなるから。無理。永遠と稼がれる、マジで。マジで5台分される、これ。無理です。あ、竹チェンしたかな、これ。いや、まあ、そうでしょう。さすがに。あ、竹チェンもしてないですね。あ、でも、胸像を殴るのか。いや、大丈夫か、これ。本当に勝つの、これ。大丈夫?勝ちって書いてあるけど、俺、これ。こっから勝つの?すごいね、僕。すごいっすね。で、誰追ってんだこれ。あ、患者追ってんのか。あ、じゃあ、それなら、まあ、ですね。あ、まさか?おー、すげえ、鍵爪。おー、やってるね。やってるな、それ。まあ、でも、そこに行ったらね、罪なんですよ、ジョゼフは。はい、ジョゼフね。これ、ますけどもね。パラパラがあればね、そのね、何?
オブジェクト自体はそんなに辛いマップではないんですよ、このオブジェクトの配置的に。うん、なんかパラパラで先回りしたりとか、うん、まとか、うん、そう、うまく駆使すれば2階建てでもなんか終えたりとかするし、まあ、このね、ジェッコのこの駅とかもそうだし、今の滑り台もそうだし、まあ、工夫すれば、燃えなくはないんだけど、うん、まあでも、それ、差し引いてもなんかやっぱ、なんだろうな、やっぱ解読が早いっていう面であんのかな。あ、結構、おぉ、なるほどね。5割、あ、9割超えをさせて飛ばしていくと。で、残り1台でしょ？あ、これで勝つんだ。でも、マジ、昔のことだからさ、マジで覚えてないから、なんで、これで勝つんだって不思議でしかないな。あ、まあ、暗号機守っていくだろうと思うんですけど、そことそことそこですね。はい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 。さあ、どうするんだ？どうするんでしょうね。時間かけてますね。うん、ハッチはここで。そうなんですよね。祭祀とかの、なんかもう、ホルワープとか、患者の鍵爪とか、極限のボールもそうだし、うん、ああいうことされてね。で、炭鉱とか、俺は炭鉱バーンしてるんで、今。まあ、炭鉱はいないんですけど、まあ、そしたらジュジュとかカーボとかが入ってくるんだけど、まあ、なんか軽く粘着すれば伸びるじゃないですか、もう、簡単に。そう、簡単にね、今、トンネル回避ができるのがね、やはり辛いところですよね。うん。本当に、あの、いや、もうそれすりゃもうトンネル回避確定やんみたいなことが多いですよね、今。無限瞬間移動で使って暗号機を守っていくスタイルですね。うん、なるほど、なるほど。あ、でもこれ写真が撮れるタイミングはあんまないっすね、これ。地味に。写真撮っちゃうとパラパラのクールタイムによって、戻れなくなってしまうので、ただ曲芸ダウンを取り入れる。ただここがラストっぽいな。結構回ってますね。あ、で、まだ戻るんだ。写真撮れないね、意外と。これ、地味にこの炭鉱の磁石もあるし、写真撮れるタイミングがないですね。無理、うん、難しいところ。でもそろそろ写真撮ってもいいんじゃないかなと俺は思う、今。うん、瞬間移動のクールタイムが上がるから。あ、でもどうだろうな、難しいところだな。これ無理やり国会読上げれば上がっちゃうよな。あ、これ上がるんじゃね、無理やり。いや、いけるか、ギリ。あーっと、フライホイール、あ、これ上がる、上がる、上がってしまうと。上がってしまいましたね。しかしこれは俺は勝ち試合だ。勝ち試合なので、これは余裕で見れます。これから勝つんです、僕は。こっから勝つの俺、今だったら絶対分けになるんだけどな、こんなんだったら、マジで。ノーワン持ってないんでね、僕。まあ、でも一応全員ワンパン状態にはできている。ああ、なるほど、瞬間で使っていく。で、傭兵。傭兵がこっち。で、炭鉱が？炭鉱多分こっち側にいるんじゃないですか？どうなんですか？どうですか？現場の炭鉱さん。現場の炭鉱さんいないですね。いらっしゃらないですね、現場の炭鉱さんが。で、戻ってまた傭兵のとこに行くと、傭兵がいます、肘当て持ってるからそれダウンしませんと。いや、だからこうなんだよね、だからこうなんだよね、公園って本当に。もうアイテム使いやもうさ、簡単やんけみたいな感じになります。あ、現場の炭鉱さんいらっしゃいました。はい、磁石使えばですね、ダウンは取れません。はい、取れないんですよ、瞬間。これで守れるんだけどね、これ暗号機も同じなんですよ、展開的に。やっぱりね、守れるっちゃ守れるんだけど、ダウンまでやっぱね、なかなか取れない。やっぱ俺の技術力も、さながら。だからね、それがね、やっぱきつい、どうにか。でもこれ、傭兵と曲芸がいい、ここにいたってことは、これ曲芸ダウン取って、うまくダウン取れば、傭兵を、のダウンを見つければ、これ勝ちじゃないですか、これ。あ、そういう展開じゃない？あ、炭鉱も、だって、出ましたね。多分、傭兵は、そしたら、多分、ハッチ狙いしてると思うんですよ。あっち。強迫次元ハッチがあるから、多分、そっちの方にダウンしているはず。きっと。うん。昔の試合で覚えてないけど、多分そうだと思う。動き的にそうだと思うんですよね。うん。で、極限2釣り目でしょ？
あ、1釣り目か。全然映ってねえわ。あ、すげえわ、ギリギリな展開じゃん。やべえ。危ねえ、俺。いるんじゃないですか、ここら辺に。あ、いた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 。はい、ということで勝ちです。イエーイ。いや、マジで。これはラッキー。まあ、ラッキーっていうか、まあまあまあ、うん、粘り勝ちですね。本当に。今は勝てる自信ないですけども。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。